はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第13弾やっていきます。で、ちょっとね、今まで動詞ずっとやってきたので、いきなり流れが変わるんですよね。こういう can you とか入ってるんですが、ひとまず意味のね、テストをしたい方はここで止めてやってみてください。で、今回はかなりいろいろ意味だけじゃなくていろんなものを付け足してやっていきます。なので、まあそれも含めて最後にテストができるようには持っていこうと思うんですけど、ひとまず一回聞いてもらえたらと思いますので、よかったらお付き合いください。よし、じゃあ行きましょう。で、今回助動詞です。助動詞。この一本だけ取るんですけど、で、助動詞っていうのは、動詞を助けるっていう書くのね。で、どういう風に使うか、簡単に言うと、まあ、主役としては、can, will, must, should, may。ここが主役です。まあ、shall I も入りますけど。で、それに、can は、can you とか、can I っていう使い方もあるよっていう感じで紹介するつもりなんですけど、例えば、まあ、知ってる方はごめんね。一応復習だと思って聞いてください。I play tennis.これ、私はテニスをするっていう意味なんですけど、これに can をくっつけたいと。で、これ、play って動詞を前回までやったじゃないですか。この動詞を助けるために、ここに can が入るんです。肯定文で使うんだったらね。普通の文で使うんだったら、ここに入る。そうすると、I can play tennis ってなって、私はテニスをすることができるって意味を付け足すことができるんです。だから、これ、can の意味ってできるなのね。で、こうやって、まあ、動詞、前回ずっと勉強してきた動詞の前に入って助けます。基本的には。いいか、そういうものだと思って聞いてください。もちろんね、本編の英語の動画の方ではやってるので、まあ、そこでも確認してほしいんですが、ひとまず最初の can は、ほにゃららできるです。ほにゃららできるね。で、これも付け足すことが何個あるんですけど、以下、赤は残すって決めたいので、これね、can に過去形の書き方があるんです。過去形。で、これもぜひ覚えてください。これちょっと青に変えます。こう書いて、could と言います。could。これが can の過去形です。で、もう一個、can。イコールって書けたらいいかな。カッコイコール。さっきちょっと書いちゃうんで見ててください。これ。これでね、be able to と言います。be able to。これ、can と同じ意味なんです。よく書き換えで出てきます。can のところを書き換える。で、3つ線が引いてあってね、こっちを入れなさいみたいなの出てくるんですけど、can と be able to が同じだと思ってください。いいかな。まあ、can についてもこれだけちょっと盛りだくさんになります。で、ひとまず、ちょっと助動詞だけだとね、10個、まあ、問題ができなかったのもあるのと、まあ、有名なので、can you と can I、この can you ほにゃららから始まると、もう決まり文句があって、で、それでどういう意味になるのかっていうのを確認しましょう。この can you、これで、ほにゃららしてくれないって、何かしてくんないみたいなことでお願いするときに使います。で、わざと、ほにゃららしてくれないって書き方をしたんですが、これ、友達とかに言う、結構ラフな関係、そう、こういう風になんか、カジュアルな言い方をするときに使うんです。なんとかしてくんないお願いだよみたいな感じ。これは、can you です。で、can I? まあ、can I が正しい言い方なんですが、まあ、くっつけてちょっと発音するので、can I となるんですけど、これで、ほにゃららしてもいいですかって。いう意味になります。can I から始まると、ほにゃららしてもいいですかって。まあ、許可を取る言い方ですね。で、まあ、今友達の関係の、ね、感じで言うんだよとか話をしたんですが、厳密に考え出すと、かなりもっと細かいです。ただ、今回はね、もうきっかけ英単語ということで取ってるので、そういうもんなんだと思って聞いてもらえると嬉しい。いいかな。で、もっと詳しく知りたい方は、ぜひネットとかで調べたりとか、本で調べてみてください。かなりね、詳しく書いてあるものもいっぱいありますんで。で、次が will です。will。で、will は、ちょっとこういう書き方をしますね。基本的にほにゃららだろうと。だけど自分はほにゃららするだろうって覚えてほしいです。個人的には。で、キーワードとしては、まあ、本編の方でね、見てくれた方はわかると思うんですが、もう未来のアイテムです。未来形といって、未来のことを言うときに使うのが will なんです。いいかな ?will。
なんとかだろうとか、なんとかするでしょうとかね、いろいろありますけど、まあ、未来のアイテムだと思ってくれると嬉しい。で、この will にも過去と、その言い換えが実はあって、まず過去からいきましょうか。これはね、でもクズとすごく似てます、過去の言い方。最初 w でしょ？で、こうなって、うっと言います、うっ。will とうっとです。すごく似てますね。で、もう一個。イコールですね。この先に書きます。be going to です。で、これに関しては、厳密に言ったら意味違うじゃんっていうのが多分ね、よく言われることなんですけど、未だに問題集とか開くと、まあ、will と be going to の書き換えは普通に出てくるので、今回これで消化させてください。いいかな ?will と be going to の書き換えはよく出てきます。で、その will を使った言い方の一個ね、有名なのが will you ほにゃららです。will you ほにゃらら。で、これで、ほにゃららしてくれませんかって。で、これ上確認すると、ほにゃららしてくれないと意味としてはあんま変わんないんだよね。だってお願いしてるんだもん。ほにゃららしてくれないとか、ほにゃららしてくれませんかみたいな。だから、まず細かいとこ覚えないでいくんだったら、同じような意味なんだでいいです。can you と will you は。いい、スタートとしてはね。ただ、こっちの方が何かを依頼する気持ちが強いんです。丁寧に。まあ、丁寧って言い方もあれか。ほにゃららしてくれませんかっていう感じのね。で、こっちの方がどっちかと友達とか、まあ、カジュアルな関係で言うことが多いですよ。っていうのはよく言われます。さあ、いろいろやりましたけど、右行きましょう。次、発音が must です。must。で、まあね、これで、must が、ほにゃらら、しなければ、ならない。これ入った。あ、大丈夫だね。ほにゃららしなければならないです。で、これも有名な書き換えがあります。赤か。二つの単語を使って、これ前回までの、英単語のね、きっかけ英単語でも出てきてるんですが、普通に読むと、have to なんですよね。have と to で。でも、これちょっと特殊な発音で、have になります、これ。have to と言います、これで。で、must と have to は同じ意味です。have to もほにゃららしなければならないとなります。いいかな？で、次、発音が should です。should。で、should が、ほにゃららすべきだ。まあ、ほにゃらすべきだけ覚えてもらったら大丈夫ですけど、ほにゃららすべきだ。例えば勉強すべきだみたいな。ね、そういう時に使います。これが should。で、次が my って読みたくなるんですけど、発音 may です。may。で、意味2つ覚えてください。まず1つ。ほにゃららかもしれない。個人的にはこっちの方が覚えた方がいいかなと思います。まあ、両方覚えてほしいんですけど、よく見るのはこっちのイメージがある。で、もう一個が、ほにゃららしてもよい。って意味があります。これ、メイね。で、メイを使った有名な言い方、このメイアイです。メイアイほにゃらら。で、メイアイほにゃららで、ほにゃららしてもいいですかと。いう意味になります。はい。ね。同じじゃねっていうね。で、これもさっきと同じで、can I? may I? ひとまず同じ意味。ほにゃららしてもいいですかって許可を取る。言い方なんだでも大丈夫です。ただ、厳密に言うと、こっちのがかなり丁寧です。言い方として。まあ、そういう区別はあるんですが、まあ、can I も may I もほにゃららしてもいいですかって意味なんだというのを覚えてもらえると嬉しいです。で、最後、シャルアイですね。シャル、助動詞なんですけど、中学校までとシャルアイ、もしくは、これもね、残しとくか。あ、しくった。よいしょ。シャルウィーですね。この言い方は、まあ、両方意味同じになります。今回、シャルアイで一回書きましたけど。で、これで、ほにゃららしましょうかっていう意味になります。で、もちろん、これだけじゃないです。クドとか、ウド出てきましたけど、これを使った有名なね、決まり文句とかもあるんですが、やり始めると、キリがないのと、
まあ、きっかけ英単語っていうところを大事にしたいので、今回はこれだけで押さえておきます。で、もっと詳しいと、詳しいのが知りたいって方はぜひね、そっちで、いろいろね、調べてもらえたらと思うんですけど。で、最後にちょっと付け足しで、なんで、その can とか、その be able to とかさ、will が be going to とか、まあ、もう have to もそうですけど、言い換えがあるのかっていうと。で、もちろん問題として、その must の部分、こうね、must の部分がその線2個書いてあって書き換えなさい。あ、have to か、みたいな。で、書き換える問題として使うのもあるんですが、あともう一個、もし英文でね、can、できると未来のアイテムの will を両方使いたいなと。そう。で、なった時に、will can って使えないんですよ、英語で。助動詞連続でダメなのね、will can。だからそういう時に、will be able to ほにゃららみたいな。だと OK になるんです。英語書くことができる。だからそういったためにも書き換えを覚えておくと便利ですし、まあさっき言ったように、まあ一番は、そのね、must の部分が have to とか、can の部分が be able to。もちろん be の場所はね、形変わったりとか、have の場所が場所変わったと文字がちょっと変わったりはしますけど、まあそういったところの問題としては使えるんですが、ひとまずこの助動詞、ね、will can とか使うことができないので、will be able to だったら OK なんだみたいなのをね、ちょっと確認してもらえたら嬉しいです。さてさて、動詞から切り替わったんでね、消す場所すげえ間違えそうですけど、まあこの同じやつもね、テストできたらいいのかなとは思うので、赤の部分、やっぱり残しましょうかね、全部。ちょっと消すのに時間かかるかもしれないですけど、ちょっとお付き合いください、ちょっとね。これでいいよね、できるだったらね。で、ここは、こうでよくて、で、will も、よしよしよ。こんな感じかな。で、今回、助動詞やって、次回がですね、接続詞をやろうかなと思っております。で、それがもう第14弾ですね。で、その後は15弾ちょっと決めてないんですけど、まだ。まあ、ひとまず次回は接続詞になりますので、よいしょ。もしよかったら、そっちの方も見てみてください。よいしょ。で、これも消さなきゃだね。ウィンもね。よいしょ。すいません。お待たせしました。あー、危ない危ない。ここもだね。よいしょ。OK。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、次回の方ももしよかったらご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。